ミッション81、2番コード。リングに近づいたものは違う。スタミナ系を考え直せ。地下を抜ければリングに接近できる。キングダイバーよりは早いか。はい、早い。何言う？あ、いい。最初だからな。終わり。もう一回。はい。アーマーがねえよ。ルートどっちだ。結構空いた。パン。パガー君が全部片付けてくれるはず。なるおやめてー、怖いわ。雨とかのとこ、いったおしまい。この回復分は一応置いとこうか。町に入れたら大惨事になるところだ。うん、まあ取りに帰ってくることはないと思うけど。よし、先に進もう。また湧いたね。結構湧いてる。ファイヤー任せるか。おお、横から裏取ろうとしたやつが倒すから両方やっとるわい。出すだけ。えらい金がいる。お前金や。おお、あとここや。使っておる、使っておる。やっぱ貫通系アサルトは安心やな。よいしょ。うむ、大義であった。乗り物が。ダンゴムシは任せろ。移動距離が長すぎて面倒い。ダンゴムシ次。いや、出ない。あ、出るのか。出ない。ダンゴムシが出たら任せろ。じゃあ出ないあれ今ね、すげえ大きいアイコンがあるって思ったクマさんの F だ。やべ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 、なんか撃たれてる。味方に撃たれてる。もう2体ぐらい。怪物は洞窟や坑道を利用して巣穴を作る。この巣はまだ作りきれない。あと一体来たか。ここ来たかな。ねえか。ここから先は怪物の巣だ。さあ、シェフ帰れる用意しといてね。調査の時より危険が増してる。そのつもりでいた方がいい。分かった。みんな油断するな。明らかに戦うためなんで帰れる人。来た来た。ねえかねえか。うおお、上から撃たれた。上から撃たれた。これ帰れる。ここで戦われるとマジかよ。倒す手段がない。空飛んで撃ってる上に注意してくれ。待って、ケツから撃つのやめてくれ。マジで死ぬから。帰ってきてくんない？こっちまで。え、いやもう前に前に。ここで戦われると、あの立ち合いだと空撃たれるわっていう。来たなかった。じゃあ前から帰ろうとするとケツからペチ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 って行かれるからもう前に出るしかないんで。視界が悪い。視界がめちゃくちゃ悪い。でもなんならこいつらすげえ登ってくんだけど。ダメだ、そこで戦われると攻撃ができない。いやー、後ろのやつに。あ、ほんと一匹残ってる。一対一で負けた。一匹残ってる。一対一で負けてる。体力35やったよ。ありがとうございます。もういない。いやー、入ってきた。入ってきたのは倒さないとまずい。死体が残るんだよ。下で任せろ。後ろは任せろ。後ろは科学に任せろ。全部下から上に向かってってんだよ。そうなって攻撃ができない。昼夜下にまだ回復してないの？まだ回復してない。うわ、一番初めはここで戦う予定だから、ここに全部置いちゃったから。
前に出たら登ってくるんだな。だから引いてこっちまで来てもらう方がマシだって。引いたら来ないんだよ。そうなんだよ。来た一匹ずつかよ。あ、一匹通り抜けるやつか。おうおう、通り抜けたやつは任せろ。もうすぐあのベクサーが溜まるから下にぶん投げてくるわ。そしたらクマさん突っ込んでくれる。よし、回復した。いや、ベクサーが投げれるんならもう待ってるよ。待ってそう、下に口開けてるし、それでよろしくしてくれるでしょう。よし、じゃあ全部下に投げたから。あー、一回登ってきた。登ってきたやつ。あー、なんか焼かれた。回復一発投げるから頼むわ。タカちゃん降りて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 投げるよ。はいはい、やばい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 。さてダメージ与えてる？与えてるけど5とか空いたタイミングですね。あのシュエア、シュエア危ないよ。そこ後ろに入ってきたやつ任せろ。まあもうちょい減ったら飛んでもいい。ダメージね、ほんと。いや、なんか上向いてんだけどさ、あのケツの方に敵がいるんだけど、どこ向いてんの？普通に上向いてるな、あいつ。なんか壁敵にケツ向けて壁の上の方向いてる。ただの動機ずれだから気にすんじゃねえ。あのシュエア撃って当たんのかな？当たるな、当たるか。判定は俺らの方なんだ。ちょっと打ってもいいけど。あ、落ちてった。落ちてった。まだ落ちてねえよ。見に行ったぐらい。自殺志願者だ。我々には救えぬものです。あ、落ちてった。まだ落ちだいぶ減ったな。おお下でやるとゴリゴリに減る。ダメだ、無理やな。さすがにうざくなりすぎて飛び降りたけどダメだったけども、まだ10体ぐらいかな。下は無理です。あまりにもちょっとずつしか来ないんで、もうめんどくさくなって突っ込んじゃった。え、嘘。あと3体ならまあまあまあ。まあまあまあ、死ぬわ。俺の一発は9000だぞ。なめるなよ。おいおいおい、あいつ死ぬわみたいな。痛い。あ、ラス1。シュエアが草受けんだけど敵の目の前で真上に向かって打ってあさっての方向に打ちながら早開けって言ってどう自殺しようか。自殺か。一応ランケーブル変えてからは一回も落ちてないんだよ。アダックメインかよ。よし、ちょっとタカちゃんとクマさんのとこ集まって回復。そのはずだ。リングを攻撃するなんて正気じゃない。よし、アダマ。別に日本武器やったってしょうがないからな。一本回復した。最後の崖の上登るところに大量の敵が来たと思うから、そこでミスだけはしたくないな。そこが一番しんどいし、さっきのネイカやり直しになるし。俺に任せろ。俺はグレートなシールドを持っている。いるいるいる。さあ誰や、開始の合図。前に出るのか。開始の合図は誰や。うわ、全部中型だ。下がるのか。中型もいるぞ。無駄だ。あ、一瞬だった。よしよしよし、都合ある。これ49秒かかるからな。リロ。これほどまでの殺意。何が何でも皆殺し。49秒で回復するでしょ。お、いいぞ。この小芝居。そのまま俺を運べ。あ、
俺置いてったな。抜けた。あれ俺引っかかってるけどな。あ、穴開いてないや。開いた。まだ7割ってとこ。あ、ここではいらねえや。ネイガーまで置いといて。これあれで、ね、坂の左奥からいっぱい来るやつ。大量に来るやつ。うん。今坂音になってるとこ横から。今だー。よし、完璧。ハーベストやった時はここズランと思ってて全部爆破させながら行ったんだけど。インフェルノじゃ3000ダメージ程度じゃ倒せねえからな。ガインガイン。最後がネイカープラスアンドロイドの中型ぐらいが大量だった。これこれトライアンド進めねえや。ギャイーン。降りて新しいの呼べば。降りて全回収。ない、あったわ。あ、落ちた。落ちた。あ、何落ちた。変なとこで降りたから。あれあげる、取れたら次のやつ。いや、今のやつ。あ、もうねえ。なんか岩なんだけど攻撃無茶だ。帰り道が閉まったんだけど。あ、あれな、無理だね。まあここは天井に張り付いてる。リングにたどり着かないと。あ、まだ開いてないだけ。開いたらあれかな、動くんかな。落ちてくる。落ちないな。落ちないな。ダメやった。カー君飛びながら乗れないの。落ちてきたけど。じゃあちょっとクマさん一瞬だけ乗れない？あ、上に上に張り付いた今度。カー君上に張り付いてるか正常。俺乗れんかい。もともと乗れんのか。残念。しょうがない、壊すと。撃ったら落ちてくるかもよ。さあ奥の方に。これもラストやね。落ちたね。落ちてきた。じゃあ持ってきとこ。しまって、あいつらやるわ。あいつらやる。残念。爆発した。ちょっと下がった。ああ、もう。気づかれた？気づかれたね。気づかせた。近づいてからやろうと思ったのに。さあ、来た。敵弾兵だね。あれはいいんだね。早く倒してよ。早く倒してよ。早く倒してよ。いいから怖い。俺が撃たれてる間に早く倒してくれ。痛いです。痛い近くにいる。ごめん。爆発した。面白がってきて。ちょちょ待ってよお前ら。ふざけんなよ。たった一人の中型に。動けねえんだって俺。中型が強え。たった一人の中型に。姿見たらもう死んでたわ。待って。回復ある。どこにいるんだ。回復ある。どこにいるんだ。やばい、後ろ行かれた。危ない。タカちゃんは無理や。いける。この中型を。あれ、何？誰かに撃たれた。渋谷に撃たれた。後ろで死んでる。爆発した。また来やがった。終了に撃たれた。あざます。ああ、あさっての方飛ばされた。また来やがった。おー。ああ、もう。動機づけしすぎ。下でめっちゃ燃えてる。だって。ネイカー超いる。ああ、確かに下にゼラ投げ込めたらいいな。一回ゼラ。敵を切る。おっと、ここでか。ブラシャート2発。下でネイカを片付けないと生き延びられない部屋で。これは降りたらダメなの。ゼラはやっと半分。つれぇ。敵の炎かクマさんの炎かわからんのか。どっちが焼かれると死ぬから。いや俺の炎はないよ。
いやあ、生きてる生きてる。いやだって全然違う方向打ってるから、あの生きてる生きてる。坂の最前線に。オッケー。一匹裏に入られてる。生きてる生きてる。落ち着け。射程の外。ターグの行ったよ。よし。また一つ。危ねえ危ねえ。あと一体。そこの君。開けて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 。イエス。油断するとこの一匹に焼かれて死ぬからな。焼かれたし、ああ何とかなった。射撃やめ。敵片付いたようだな。片付いたようだな。やりました。考え直せ。中型にめちゃくちゃこの下からね迫ってきてて、気がついた時にはほぼゼロ距離だったっていう。ああ熊さんお前がストームなんだ。だろ。TZ6 万あーし、アーマー20か31個、いやいいね。テンペストアップ微妙に強化されてミッション82、九段の日。1,2,3,4,5,6,7 個。人数はこれだけか。 NPC それでもやるぞ。呼びかけを聞いたようだな。人類の意地を見せるぞ。ほい、われ奥からスキルをやります。近づかれる前にやります。やべえ、カイが来た。あれ、ダメ。あー、ネイカいるのか。あ、これ画面端かも。全然動けへんと思った。出せ、とっとと出せ。でもこの一番近いやつ倒さねえと。さらば2体来た。2体、2体逃げたんだ。よし、来た。こいつらまず倒さないと遠距離攻撃とか安心してできる。まさかの動けねえ。あ、は？なんで、なんで死ぬの？6か。まずこいつら倒さないと遠距離武器しか持ってきてないから。よし。おお、びっくりした。リカバー、リカバー。二人犠牲者が。リカバーお願いします。スタート、スタートでいたね。情けない。情けない。まだいる。いつも生き残るのはあれ、あれあれだな。体力あるからね。どうだ。中野の方が体力あるんですかね。ありがとうございます。いや、タケちゃん乗り物という体力がある。ほら、回復早う。回復持ってきてないよ。マジで。遠距離武器しか持ってきてない。触手壊すよ。何しに来たのよ。触手を壊しに来たんでしょ。何しに来たんだよ、おい。この辺に回復あるで、小さい。小さいのもう一個ある。やばいな、カイがいるとは。お前、もらい。まあ、触手は、あれか。歩道橋の下ぐらい通らんと、触手出てこへん。いや、俺、近寄るってかけらもないんで。ガー君出して。あ、右回りで行く。やっぱ正面突破で落としていけないな。来た来た。じゃあ俺は画面端からひたすら減らすんで。なんで NPC 俺死んだのに俺についてるから。うわうわマジか。超貫通すんだけど。俺ねハーデストだったらね1万5000ぐらいで即死だったんだけど。ハーデストごときの話されても困ります。ハーデストのオフだからね。めちゃくちゃ邪魔。ビーム砲の射程が届かねえな。リングの防衛装置だ。こんなものがあったのか。それでも動いてる。あ、ダメ。対空兵器ダメ。あと1個だな。よし。とりあえず一つ目。部分を切り離したが稼働し続けている。いや。切り離せ。マジで NPC 邪魔。誰か持ってってほしい。うわあ飛んできた。俺は急に動けないんだもん。やばい、いやいや取らなきゃよかった。そんなことは初めてだ。奴らは警戒している。守りが固すぎる。めっちゃ貫通すんじゃんこれ。ビーム？え？ビーム？敵ビーム？ダメージ式をさ
敵の頭の上の方に変えたんだけど。ああそういうこと、クマさんの武器がめっちゃ貫通するってことね。うん、俺もねここライさんじゃなくて貫通のロケランだとハーデストの時はね1回で3つぐらいの砲台貫通して次気持ちよかった。ハーデストの話だけど困ります。だってインフェルノだもの。いやいや別にダメ、割れないんだもの。ブレードキャノン当たんなこれ、遅すぎて当たらないじゃない。いや弾は速くていいんやけど、速いんだ一発ずつしか当たる。ああダメージ低いでしょ。2万でしょ。一体これより強い武器ないね。近づいて早く壊して。死んじゃう。そこで4万ぐらいか当たんねーこれ。いえー眩しい。射程短いから楽しい。あでもまああと2パーツか、2触手か。届かねえ。まっすぐになってくれると当たるんだけどな。いっぱい貫通武器の美味しいとこや。よしよしよし。めっちゃ撃たれる。お終わった、あと1本終わった。いやまだある。これならいける。終わってない、あと1本終わってない。あと1個、あと1本いったか。さあ終わった。よしでもザコが起きなく下行った時にザコがもうちょっと湧くはず。ネイカーいるんじゃ、ネイカー殺せる武器ない。湧くっていうかすでにいるが正しい。あスキライター狙撃するわ。狙撃おっと、タカフィールの方にネイカーとスキラがじゃあ安心や全部いった。さあ帰ろう。スキラだけはやっていこう。ネイカー君が熱い。全部連れていくからよろしくな。えぐ、体力の減り方がえぐい。視界が取れ、後ろに回るな、後ろに回るな。やっべやられた。無理無理無理、あのカイドも無理です。次は香川くんが頑張る。登れるとこもないしな。マジか、この死なねこいつ。あーもう座れる。レイカーの一旦ここで生き返らされると困ります。体力は見つけたけどな。すんごいサドンだ。すげえバラバラで来るから。あそして魚類がいる。あったかいずれ。アバルトがないとネイカー倒す武器がない。今回クマさん出してないのか。えダッシュあるんだけど。お少ないんだよ回数が。なるほどね。普通に1匹のネイカーに。じゃあ香川くんを一回出してこよう。香川くんが生きてりゃ命のバトンができるっていう。いいんか。一目25。あぶら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 。死んでねえのかよ。あぶね。命のバトン大切。ネイカーはやっぱアサルト系が解放しかないと倒せね。あと3体4体。おぶね。あっ、めっちゃ勢いから炎打ってた。
回復も少ないしな、出さないしな、こいつら。負けるなよ。負けるなよ、一対一。ありがとうございます。よし。あと3体 ?4 体ぐらいか。わかなかったけど大丈夫だった。あの、触手が落としたアイテムがあるはずだから、そっち行ったらお前いいと思うよ。アイテムまでが遠い。武器とアーバー NPC 新鮮な野菜が。香川くんが繋いでくれることを信じて。大学ゼロじゃねえか。うわ、なんか3体俺には勝てません。ほら開けよ。よし、こっち来い。2体倒したぞ。よし、終わり。わかなかったけど、開いたら死ぬぞ。こじ開けるだけだ。わかねえ。ミカちゃんの時は開いたの覚えてるんだけど。じゃあまあこっちはわかねえ。おお、大丈夫。びっくりした。大丈夫やな。集まってくるぞ。いたっけ。集まってくる敵はいません。よし、終わった。もうあとこれ、いや、結構ない。終わる。いったら終わり。いやー。初めから4人で一番下まで敵全部無視していって、これやったら終わりだからね、これ。いやー。早かった。まだ終わってないね、死んだらあかんやん。いや、終わって終わってる。なんか一個だけ入ってるな。いやー。よし。オッケーオッケー。セブン終了。さあ、ただいま現代。何かが狂いつつある。エイト、ビギングだ。ミッション。ただいま現代。現代っていうか過去だけどね。こんなのは未来と認めない。大して報酬もなかったしね、いきなり破壊でもよかったかもしれんな。